はい、あとレトロゲームチャンネルです。今ですね、電車でこうプラグ&プレイやっていきたいと思います。東海道線ですね。今度は高槻から大阪ですね。まあ、こういう感じで行きましょう。高槻から大阪。新発進高槻平発。次は摂津富田ですね。摂津富田って読みたいところなんですけど、摂津富田なんですね。この電車は普通電車の西明石行きです。西明石駅まで各駅に停車いたします。次は摂津富田。まあソフトバンクに昔ピッチャーでね、エースで摂津っていうピッチャーがいたんですけど。すごいタフなピッチャーでしたね。最初はね、中継ぎで勝利の方程式と投げてて、2011年あたりからね、先発に転向して、ね、1、2ヶ月は、ちょっと5回投げ切るのもやっとだったんですけど、徐々にね、先発でも慣れてきて、2桁計算できるピッチャーになりましたからね。20秒。9、8、7、6、5、4、3、2。3センチだ。定着。摂津富田。これは金星確定だね。まあメンバーWBC のメンバーに選ばれてね、確か開幕戦まで1週間ちょっとしか空いてなかったのに、開幕投手やったりね、2000何年だろう、2013年だったかな。すごい摂津さんはね、タフなピッチャーでしたけど、アメリカから帰ってきてね、あんまり調整期間ない、休む暇もなく開幕投手やったりもしてたんで、すごいタフなピッチャーでしたね。また煙突がいいね。ああいう煙突も今見なくなったからね。君が茨城か。ああ、落としすぎたか。今のとこ警笛鳴らしてもボーナスくれないんです。初代電車で午後とかプロフェッショナル仕様は確かボーナスもらえたと思う。これの調整がね、難しいんです。あれ？あ、まあ、いいか。ぴったり止まれた。茨城です。お忘れ物茨城、茨城です。次が千里丘。はじめ、変、出発進行、茨城、京阪。低速100か。低速ポイント100。100キロくらいまで出していってって感じかな。マシンの明かりがねはっきりしてるっていうのがいいですね。初代電車で号に都心の方がね青なのか黄色かってああいう色までは判別できなかったんでね、かなり進化してますけど、100までは出していいか。で格子形的は1箇所、ああか、はいお疲れさん。停車。B 先か。すごいね、B2 でも結構ブレーキかかる。千里丘です。お出口は左側です。左側です。人が全然いないんだよね。15分。あれ、時間はない。9876543。千里丘停車停着。12チェインズ。千里丘、千里丘です。お忘れ物のないようにご注意ください。10チェインになった時のね、チルンっていう音がいいんだよね。次が岸辺。はじめ、県出発進行、千里丘停発。こう注意信号。特に制限はないんだ。何もない。次は岸辺、岸辺です。まっすぐだね。まるで北海道の道路みたいだね。北海道の道路もね、まっすぐなんですよね。車運転する人はね、走りやすいってよく言いますけど。すごいまっすぐの線路なのね。まあちょっとここは曲がってますけど、ね、カーブですけど。これでちょっと遅らせよう。あれ停車、まあいいか、定着。2700ポイント。次が吹田か。はじめ、ペン、出発進行、岸辺、平発。これさ、電車で5ファイナルやってプラグ&プレーもやってる人っていいのかね。ちょっとね、これも気になってやってみたんだけどね。あ、でも綺麗な電車でこう遊ぶっていうのもいいよね。グッドゲームチャンネルさんなんかね、ドリキャスの電車でこう版もやってますからね。電車でこう64とドリキャス版の電車でこうってほぼ内容が一緒みたいですけど、まあ僕はさすがにドリキャスは持ってないんでできないんですけどね。ドリキャスまで持ってるとはすごいなって思いますけど。この辺で75にして230 B6。時間潰して、987643213。着いた。停車。2秒くらいか。着いた。次、東淀川。閉じめて。乗車率 84%。18チェイン使う。低速ポイント98で、その次100。低速ポイントは2カ所あるんですね。電車でもシリーズしかやってないっていうね。トレインシミュレーターシリーズ全くやってないからね。トレインシミュレーターもやんなきゃいけないかな。では九州新幹線の燕787系だったかな、燕リレー号だったと思うんだけど、それ1時間10分ぐらいかかると思うんで、それやんなきゃいけないかなと思って。途中攻撃。こういうことだよね。9876543。東淀川停車。今一瞬 B7 使ってた。続きが新大阪。次が新大阪。はじめ、変、出発進行、東淀川。まあ、距離短いな。あ、踏切なんだ。これ近い電車でもあるからこんなとこに踏切。どうしてもね、初代電車でもって結構やり込んでたゲームなんで、なんとなく覚えてんだよね。おお、すごいね。すごい曲がり方したけど。あ、やべ、7秒も早く着いちゃって。足元にご注意ください。足元にご注意ください。新大阪。時間見てなかったな、今。星はつけてくれるか。で、大阪。制限45がある。で、低速90歩。ドアが閉まりますので、ご注意ください。ドアが閉まります。はじめ、変、出発進行、新大阪、発車。新大阪、発車。あの電車も走ってんだ。次は、大阪です。大阪。やべ。制限。ああ、速度オーバーしちゃった。余計なことやっちゃった。左側の電車見てたら、なんかいつの間にか45分超えてたんだ。90キロまで出さなきゃ、95キロまでは出さなきゃいけないんだ。ここもね、警笛鳴らせば隠し警笛でもらえるんだけど、隠し警笛じゃない、初代電車でもらったらもらえるはずなの。あ、あー、また余計なって。で、制限75があるので、ここで達成にしといて。60もある。観覧車が見えますね。40ポイントか。どうしてもね、気を抜いちゃうよね、ここで。ちょっと早いかな。先の方に続いてご順にお降りください。大阪です。ああ、最後エクセレントだった。もうぴったりだね。まあ最後もったいないな。まあ10ポイント引かれてるけど。こんな感じですね。でエンディングです。こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。